ヨハンペーター・フリードリヒ・アンチロン、または、ジャンピエール・フレデリック・アンシオンは、プロイセン王国の歴史家、政治家。シャルル・アンシオンの彦として、1766年4月30日に、ベルリンで生まれた。ジュネーブで進学を学んだ後、ベルリンのフランス人コミュニティで牧師を務めた。一方で、歴史家としての名声を得て、軍事アカデミーで歴史の教授の職を得た。 1793年に旧スイス連邦を1796年にフランスを訪れ、そこで得た印象を1801年のメイロンナスでリトラチュアイルデフィロソフィーとして出版した。続いて1803年から1805年のタブローでレイブルース40システムパリティックで得るヨーロッパデュピル・コンジーム・シエクラで歴史家として有名になりフランス学シーンに称えられ、 ベルリンアカデミーの会員にもなった。宮廷にも注目され、1808年にプロイセン王子たちの家庭教師に、1809年に宗教大臣に、1810年に王大使の家庭教師に任命された。アンツェロンは多感な王大使に大きな影響を与えた。1814年10月に王大使が成年すると、カール・アウグスト・フォン・ハルデンベルクにより、 外務省の一員として内閣入りした。ハルデンベルクによる任命はアンツェロンの才能を見込んでのことだったが、アンツェロンは自由主義から一転してプロイセン宮廷における反動勢力の中心人物になってしまった。1817年に国務大臣になり、1818 18年にはクリスティアン・デュンター・フォン・ベルンシュトルフ伯爵率いる外務省の政治部門の部長を務めた。 アンチロンはベルンシュトルフの主な功績であるドイツ関税同盟には関与しておらずプロイセンのヨーロッパにおける役割が交代している状況ではほとんど活躍できなかった。そのためかアンチロンは政治哲学に関する著述に1 0年1824年にはヌーボーエースでパリティックイでフィロソフィーがパリで出版された。1831年5月 数密顧問官に任命された。1832年春にベルンシュトルフが引退すると後を継いで外相に就任した。1834年6月12日にウィーンで締結された条約ではクレメンス・フォン・メッテルに日を指示した。晩年は家族全員に先立たれ、1837年4月19日に死去した。ブリタニカ百科事典第11版によると 15世紀以来のヨーロッパ政治革命の考察は歴史上の事件における心理的要素の影響を考察した著作としては最初の試みであったが余ったるい楽観主義、積極的な論理と酷評しており、その重要性は誇張されているとしている。しかし、フランス革命の後に経験主義が復活した時期にあっては歓迎されたという。 同じくブリタニカ百科事典第11版によると、アンツェロンの影響で特に重要だったのは著作でも政治活動でもなく、プロイセン宮帝とフリードリヒビルヘルム4世への個人的な影響だったという。ありがとうございます。